リゴベルタメンチュー、リゴベルタメンチュートゥム、リゴバータメンチョツートム、1959年1月9日、キチェ県メールマイナスは、グアテマラノマヤ系先住民族の一つキチェ族の人権活動家、実業家である。1992年にノーベル平和賞、1998年にアストリアス皇太子賞国際協力部門を受賞した。メンチューは、 ユネスコ神前大使の一人である。人類学者のエリザベスブルゴスによる聞き取り、私の名はリゴベルタ面中、1983年、クロッシングボーダースなどの著書がある。幼少期から、不正、差別、人種差別、グアテマラの極貧状態で生きる、何十万もしくは、何百万人もの先住民に対する搾取の事実を、通説に感じていた。軍と、 準軍組織により、両親、兄弟、共同体のメンバーが暗殺されている。2007年2月12日、面中は、先住民の政党を作り、2007年大統領選挙に立候補すると発表し、グアテマラのための出会いの候補者となった。9月10日、面中の得票は約、約3.06%にとどまった。面中はカトリック系の全寮制の学校で、 初等教育を受け、1960年から1996年まで続いたグアテマラ内戦時代の軍事政権による人権侵害に反対する農民統一委員会の活動家になった。1982年、彼女はフランス系ベネスエラ人の人類学者、エリザベスブルゴスにより、ミーヤモリゴバータメンチョワイ、アシービーナチュオエエ a コンソイエアの録音取材を受けた。 この本は1983年にスペイン語とフランス語訳で出版され、傘でラスアメリカス賞を受賞した。1984年に英語、1987年に日本語訳された。1991年、メンチューは先住民族の権利に関する国際連合宣言を協議する作業部会に加わった。また、メンチューらは、 1980年に起こったスペイン大使館選挙事件に対する虐殺などの責任追及を求めてスペインに軍と政権の関係者の裁判を求めてきた内戦の間に犯された犯罪の基礎がグアテマラでほとんど不可能なため1999年に彼女はスペインの法廷に訴状を提出したスペインの法廷は原告がグアテマラの法制度上での正義の追及の 可能性すべて使い果たしたわけではないと判断したため、これらの試みは頓んざした。2006年12月23日、スペインは大量虐殺と拷問の罪で、グアテマラの7人の元政府関係者の引き渡しを、グアテマラ政府に要求した。この中には、軍事支配者のエフライン・リオスモントやオスカル・ベルト、メヒア・ビクトレスも含まれていた。スペインの最高裁判所は、 スペインの市民が関与せずとも、海外で犯された大量虐殺の事件を、スペインで審理することができると決定した。スペイン市民の死亡に加え、最も重大な訴えには、グアテマラのマヤ系の人々に対するジェノサイドが、含まれている。メキシコに亡命する中で低価格の高発医薬品を、提供するために彼女は、ソルドパラトドス、万人の健康者とファーマスヤスシミラレス。 ルイジ役者の代表として、メキシコで製薬産業に没頭した。2004年以降、彼女は1996年の和平協定の大統領親善大使を務める。2007年のグアテマラ大統領選挙で、メンチュは第一次投票で敗れた。愛、リゴバータメンチュの出版から10年以上経った1999年、米国の人類学者、デビット・ストールが、 面中の話の詳細について、政府文書や土地所有権の申し立て、多くは、面中身の家族によるものとの比較検討による調査と、元隣人や地域、友人や敵対者などの、面中以外の人々へのインタビューを行い、その結果を、リゴバータ・メンチョ・ザ・ストーリー・オブ・オール・プアー、グアト・モレンスとして出版した。ストールは、マルクス主義のゲリラが訪れ、グアテマラ軍に攻撃された。 マヤの農村でメンチューが育ったことを確認する。一方で、メンチューが両親の暗殺後に政治的な幹部として加わったゲリラ運動を宣伝するために彼女の人生や家族、村の多くの要素を変えたことを発見したと主張した。私の名はによれば、メンチューと家族がヨーロッパ系の子孫である裕福なグアテマラ人とグアテマラ政府による支配との戦いに活発に、 関与していると主張し、また父親のビセンテメンチューが、農民統一委員会の創設者だとしている。ストールとローサーは、ビセンテは貧しいが、地域のマヤの平均よりは、裕福だったのを見つけたとした。共同体のリーダーとして彼は、グアテマラ政府から27.53キロメートルの土地の借地権を得た。不幸にも、彼の成功は、同じ土地の一部を要求していた妻側の親族。 トゥムケトの長期にわたる形相を生むことになった。娘が地下の政治的組織者だったと主張する1970年代末、彼はチメールの自宅で米国の平和部隊のボランティアに参加していた。1982年の体験談で彼女は他の数百万の貧困なマヤの農場労働者と同じく、彼女の家族も毎年8ヶ月、 遠い沿岸地方のプランテーションで働かざるを得なかったと主張した。だが、近所の話では、彼女の家族は比較的裕福なため、そうした生活を送らずに済んだという。また彼女は、学校に通えばラディーノになり、マヤのルーツを忘れてしまうという理由で父から進学をされなかったと主張していたが、実際は、カトリックの修道女たちの支援で8学年まで進んだ。 あるエピソードでは、面中は、彼女と家族が見守る中、弟のペトロシニオが、グアテマラ軍に、町の広場で生きたまま焼き殺されたとしている。しかしストールは、近隣住民のインタビューと、人権報告書の調査から、ペトロシニオは、軍の支援を受けた準軍組織に射殺され、彼女の家族はその死を目撃していないと結論付けた。しかしストールは、彼女が、 グアテマラの治安部隊により、両親と二人の兄弟、義理の姉妹と三人の名イトを,意を失っていることは、真実であり、彼女の1983年の話はデタラメではないと主張している。こうした指摘に対して面中は当初、ストールが、グアテマラ軍を弁護し、すべての暴力の犠牲者の評判を落とそうとしていると、非難したが、 後に、彼女自身の話に確かに改変を加えたことを認め、ノーベル委員会は、報告された偽りにより彼女のノーベル賞を取り消せという要求を退けた。委員長のゲール・ルンデスタッド教授は、彼女の受賞が自伝のみによるものでもかかるものでもなと語った。ノーベル委員会によれば、ストールは、彼女のノーベル賞に賛成し、彼女が描いた軍の極悪ぶりについては、 疑問の余地はないとしている。彼は、彼女が物語を語ったやり方が、国際的な非難を、それに値する機関、グアテマラ軍に集めることを目的にしていたと語った。ラベージェのサイド研究者で、先住民運動の支援者である、先修大学のキツネ崎ともみは、左翼デビッド・ストール氏の奇妙な正義で、ストールの批判を、人権侵害の責任の一端を、 先住民や人権団体に罵せようとするクソ実証主義だと批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。